ファンドリーチャンネルへようこそ。このレッスンではヌークスタジオでのバージョニングについて学習していきたいと思います。今、0q-begin.hrox ファイルを開いている状態ですね。ここからスタートしていきましょう。このメインエリアでプロジェクトを保存しました。そのプロジェクトファイルを開いているわけなんですけれども、この2カット目のストリートレベルのショットが 古いバージョンのままですコンプの中に入って見てみるとちょっと戸惑うかもしれませんね前回のレッスンで作成したマージノードなどが見当たりませんどうしてかというとタイムラインに戻ってバージョンを変更する必要がありますバージョンの変更の仕方いくつかありますがショートカットの V 機で有効なバージョンがリストされます 今バージョン1が表示されていますのでこれを選択していますまた Alt+ 上向きの矢印キーで新しいバージョンに移動することができますこの場合ビューアーを見てみるとバージョン2であることがわかりますビューアー上に何も絵が見えていないのはコンプのレンダリングが終わっていないからですね 変更を加えたのでレンダリングする必要があります3カット目は変更加えていないのでレンダリングする必要なく絵が見えている状態です2カット目のクリップの下の部分を見ていただくとプログレスバーが走っているのがお分かりいただけるかと思いますレンダリングが終わったフレームドラゴンがフレームインしてくるところは絵が見えてきています一旦ちょっとレンダリングをキャンセルしましょう 実際コンポジット作業が終わっているわけではありませんので途中で一時レンダリングが始まってしまうとあの時間がもったいないですねですので設定を変更したいと思います NUCSTUDIO のデフォルトの設定で、えー、バージョンアップした時にいつでもレンダリングが開始するような設定になってしまっていますのでバージョン1からバージョン2に変更したということでレンダリングが始まってしまいました 今12%レンダリングしたところですねメインのタイムラインからもレンダリングすることはできますのでここではプリファレンスを開いて設定を変更していきたいと思いますこちらからレンダリングを指示した時にだけレンダリングするように設定を変えましょうメニューはエディットメニューからプリファレンスを開きます ススレレッドプロセのの項目にンンダリングの設定がありますコンプをセーブした時コンプバージョンを変更した時にバックグラウンドレンダーがかかるように設定されていますのでこのコンプセーブが Don'tAutoStartBackgroundRenders に変更します。オートでレンダリングしたくないのでここでは一番上のオプションにチェックを入れましょう。 レンダリングの準備ができたらレンダリングするようにしますがやり方は後ほどご紹介したいと思いますまたエクスポートレンダーの機能に関してもまた別のビデオで詳しくご紹介します今ストリートレベルのバージョン2のコンプにダブルクリックして入ります前回のレッスンで行ったノードがありますねこのように使用可能なバージョニングを確認することができます この後のレッスンでも何か変更を加えてニューコンプとして保存したらその次のレッスンではシーケンスのここからスタートすることになりますので Alt キープラス上向きの矢印キーを使ってバージョンアップさせてくださいこのレッスンの始めでもご紹介した方法ですもう一つ別のやり方としては右クリックでバージョンのスキャンフォーバージョンを実行するか バージョンアップ、バージョンダウン、あるいはマックスバージョン3つ4つバージョンがある場合にマックスバージョンを選択すると最新のバージョンに切り替えることができますここではスキャンフォーバージョンを実行してみましょう使用可能なバージョンを検索しますがニューバージョンが0だと言ってますね再度保存していませんので今見ているものが最新バージョンになるからです またアーティストがニューバージョンを作成したかどうかわからないような場合にもタイムラインからチェックする方法としてスキャンフォーバージョンを使用することができますさらに次のレッスンでもバージョニングについて少し触れていきたいと思います次のレッスンではカメラシェイクと全体的なコンポジットを行っていきましょうファンドリーチャンネルをご視聴いただきありがとうございました